名古屋市交通局 N 線系電車は名古屋市交通局が名古屋市営地下鉄の東山線用に導入した通勤系電車である東山線としては5050 50系以来7年ぶりの新形式であり1980年に登場した5000系の置き換えに合わせるため2007年から2015年にかけて21編成186両が製造された従来車より コストダウンを図り、かつバリアフリーの深度化を目指して設計された。一編成あたりの購入価格は約6億3000万円である。外観デザインはこれまでの丸みを帯びたものから直線を多様したものに変え、ステンレス構成の車体は、カミリーダ10007000型まで採用されていたビードプレス工法をやめ、名古屋市営地下鉄の車両で初めての日車式ブロック工法を採用した。 車両寸法は5050 50型とほぼ同一であるが、床面高さを従来より 60mm 下げ、レール面から 900mm とし、駅ホームと車両床面の段差が約 50mm になるように設計されている。正面は全消灯の上に微灯が配置され、非常用貫通扉は運転台から見て右側にオフセット配置されている。行き先表示器は、 名古屋市営地下鉄の車両で初めての LED 式とされた。客室の窓ガラスは5050 50型と同様に、東山線の路線特性からカーテンを省略しているが、地上区間での居住性を考慮して、熱線吸収着色ガラスを使用した。冷房装置は薄型集約分散式で、車端部に2機搭載する N1101N1104 編成の車内座席は、 オールロングシートであるが構造は紙リーダー17000型で採用された方も知識を踏襲する。客用ドア上部には車内案内表示機が地取り配置されており N1104 編成までは32-256の2段表示による横長 LED 式だったが N1105 編成以降は東山線の車両で初めての17インチワイド LCD 式となっている。また 名古屋市営地下鉄の車両としては初めてドア、開閉方向を示す、標機が装備されており、N1104 編成までは、客用、ドア上部の左右2箇所に設置、N1105 編成以降は、客用、ドア上部の左右2箇所に千鳥配置されている。客用ドアの室内側は化粧板仕上げであり、客用、ドア付近の床材は、識別を容易とするために、黄色とされた。 冷房装置搭載箇所の天井は段差を解消し、結果として室内空間の拡大が図られている。車椅子スペースは5050 50系の両線当車への設置から一両に一箇所への設置へと拡大されている。運転台の主管制御機は、ミリーダ10007000型に引き続き、右手操作系、ワンハンドル式が採用された。さらに、運転台には、モニタ装置操作用の液晶ディスプレイが、 コンソール内に組み込まれている N1105 編成以降は、東山線の車両としては初めて座席間に、スタンションポール計3本、上行口の左右2箇所に、ドア開閉表示灯が設置され、高低差のある吊り革が採用され、座席端部の袖仕切りと、つま扉の取っ手が大型化され、車椅子スペースに横手すりが2本に増設された。右側のディスプレイの駅名表示は、 漢字ひらがなローマ字漢字を回転させながらアニメーションのような表示をする。ホーム案内も進行方向から向かうような漢字で表示している。この技術は東京地下鉄8000系後期更新車と16000系、都営地下鉄10から300系一部編成と12から600系一部編成、大阪メトロ三万系未動数線使用車にも採用されており、名古屋市営地下鉄では 桜通線6 0 5 0系6 1 5 2編成以降と鶴舞線 N3000 型に続き3車種目の採用となった主回路システムは三菱電機製の VVVF インバータ制御であるが制御阻止は5 0 5 0系の GTO サイリスタからリベットに変更され回生ブレーキ及び純電気ブレーキ機能を有する1機のインバータ装置で4個のカゴ形参照 誘導電動機を駆動する 1C4M 方式に群を1ユニットとして中間電動車の N1200 系及び N1500 型に搭載されるセンサレスベクトル制御を採用したことにより空転時に適切なトルクと回転数を得ることが可能である主電動機出力は 75kW、MT 比は 4M2T で5050 50型と同一である冷房装置など サービス機器の電源である、補助電源装置もイベット素子の静止系インバータが採用されており、これは両戦闘車に搭載されている。ブレーキシステムは遅れ、米制御を有する ATC、連動改正併用電気指令空気式で、両戦闘車にはさらに滑走防止機能も搭載する。台車は日本車両製造製の円錐積層ゴム式、ボルスタレス台車で、 ホイールベースは千八百ミリメートルである。車輪は従来車の先端系男性車輪とは異なり、一体圧延防音車輪が採用された。藤ヶ丘方面戦頭から四両目に当たる n 千四百型は平日の始発から終電まで女性専用車両となる。ハンデー藤ヶ丘工場に到着したばかりの n 1系二千七年十月三十日に n 千百一編成がトレーラーで 日本車両製造豊川製作所から藤川丘工場に公衆輸送され11月11日に藤川丘工場で開催された地下鉄開業50周年記念事業のメインイベントにおいて初めて一般公開され試運転を実施し2008年3月26日から東山線で営業運転を開始した2009年2月から2015年4月にかけて 1> n, n 1 1 0 2 n 1 2 1編成が順次、増備され、予定編成数がすべてで揃った。名古屋海封400周年のラッピング車両2010年7月1日には、N1101 編成に、名古屋海封400周年のラッピング広告を施した。2014年度には、N1103 編成に、床材の交換が行われた。2015年3月から8月にかけて、 N1101N1104 編成に、ホーム作、ATO 導入及びワンマン運転、ホーム作対応改造が行われた。ありがとうございます。